なんか質問あったんですよ、前回の動画で。油がなんちゃらって書いてあって、オメガ3がどうかこうかって書いてあったのがちょっと気になって、またなんかプーファなんちゃらって話やろうなと思ったんですけど、いや別にあのプーファフリーにしろとかそういうことは僕言わんですよ。バランスってのももちろんそうなんですけど、オメガ3が酸化しやすいからやめた方がいいみたいなね、まあそういうのも聞いたことあると思うんですけど、うん、体内のね、そういう変化とそういう実験室でやる空気中の変化ってやっぱ違うと思いますよ、生体内と。で、油が酸化する条件っていうのはもちろん空気中で酸素とか、まあ、あとはその遮光瓶入れてるから分かると思うんですけど、光とかね、まあ、あとはその加熱した熱ですよね。一応酸素には極力触れないように瓶のボトルで光に触れないように遮光してるっていうのを油を選ぶ方がいいと思いますよ。で、あとは酸化されやすい油、されにくい油っていうのはあの空気中の話でね、空気中ですよ、前提でね、うん、一応その飽和脂肪酸とか、あ、もしくはその二重結合、また難しい話になっちゃうな、二重結合って言ったら分かるかな、まあ、そういうのが少ない油、安定感ある油ですまあ一応酸化されにくいって言われてますけど、二重結合っていうのが多いと、まあ、酸化しやすいみたいなんですよ。まあそういう風に覚えてください。で、オメガ3とか6とか、まあ、タカ、不飽和脂肪酸、プーファってやつやね、一応二重結合が多くて酸化されやすいっていう風には空気中では言われてるんですよ。だけどそれを生体内に入れたからどうかっていう話はまた別かなって僕は思ってて、一応まあ油全体を通して言うと、それ活性酸素じゃないけど過酸化脂質ってやつやね、酸化しまくって連鎖反応になって悪い物質ができるってことになる、うん、なってるのかもしれんけど、まあ、一応その生体内ではそういう悪い反応がもう常に進むかって言われると僕はそうじゃないと思うんですよ。一応体の中にはそういう錆を防ぐような成分、抗酸化成分ってやつやね、さっき言ったビタミン C もそうだけど、ビタミン E とか、あとはグルタチオンとかも聞いたことあるかな、まあ、そういうのがあるということなんですよ。あとは空気中と違って体の中はね、安定してるっていう風に考えてもいいんじゃないかなって僕は思います。まあ理屈はちょっと難しいかなと思うんで、完全に証明できない部分もあると思うんですけど、一応あとは測定法の問題ね、測定法がいくつかあるんですよ。酸化酸度の測定みたいな。で、それがね、まあ、文献によってはやっぱりちゃんとできてないで、信頼性が変わってくるっていうことですよね。だそういうので、まあ、安易にこうオメガ3全部開くとかオメガ6も開くみたいな、そういうことじゃないんですよね。だからプーファ全てを酸化しやすいって評価するのは僕はどうなんかなと思いますけど、一応なんか比率の問題じゃないって書いてあるのもあったけど、やっぱり比率も大事だと思いますし、まあ、オメガ6がむちゃくちゃ高くて3少ない時にね、まあ、炎症を起こしたり酸化物を増やしたりするっていうことだと思うんですけど、だから別になんか取りたいなら取ったらいいと思うけど、でも結局ね、僕そこにサプリっていうのはなしだと思いますよ。サプリでオメガ3っていうのは結構酸化してるものも多いかなと思うし、結局青魚取りゃええやんって思うんですよね。鮭もそうだけどサーモンとかも結構入ってるの多いですよ。植物からも取れますし、そういうことかな。油に関してはなんかそのアルデヒドの匂いみたいなね、コンビニ入った時にめちゃくちゃあのいつも独特の揚げ物の匂いするじゃないですか。たまに洋食屋でもそういう匂いしますけど、あれはやっぱり酸化した錆びた油やと思いますよ。カレー臭に近いような感じのね、まあ、だからまとめると、一応そのオメガ3とかプーファっていうのは酸化についてはあくまで空気中の話かなって僕は思うので、なんか絶対取らん方がいいとかそういうのじゃないかなって思いましたけどね。ちょっとその質問が気になったなと思いました。なんかあの話にすごい似てますよね。梅干しとかアルカリ性食品の酸性クエン酸の話ね、アルカリ性のものを体に入れた方がいいっていう人が結構いるけれども、梅干しってすごい酸性なのにアルカリ性機能食品だ、はい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 、ところが矛盾しちゃうじゃないですか。確かにそうですよね。なのでなんかやっぱ外の話と体の中の話が別、いや絶対違うと思いますよ。そこを一緒くたにして考えるってこと自体まず前提としてどうなのかなと思いますね、うん、本当になんかクエン酸じゃないけどなんか飲んでる人とかもちょっと僕心配ですけどね、うん、そうですね、そのような今の説明だと思います僕は。はい、同じですよ。同じ、うん。